原田熊尾、原田熊尾、原田熊尾、1888年、明治21年1月7日から1946年、昭和21年2月26日は、大正、昭和期の家族、政治家。A 点は、十三味君三頭男爵。最後の言論、西恩寺金持ちの晩年の施設秘書として、政界の情報収集にあたり、 また、おきつにこもりがちの西園寺の意志を、各方面に伝達する役割を、単、文字通りその手足として八面六臂の活躍をした。各方面に奔走する原田男の名は、政変があるたびに使命を賑わすほどだった。彼の口日解雇をまとめて出版された、西園寺公と、政局、原田熊尾日記は、戦前、昭和の激動の政局を知る上での貴重な資料となっている。 1888年、明治21年1月7日、地質学者、原田と吉と、妻、テール子の長男として、東京浦猿学長に生まれる。1894年、明治27年、父の没後、おじげ画家の原田直次郎。1899年末に、没に引き取られ。1899年、明治32年に、孔子附属小学校。 孔子付属中学校から学習院中等科6年に編入士卒業。学習院高等科から京都帝国大学へと進学し、同級生のこの江文丸や木戸孝一、小田信爪など家族の師弟たちと交流を持った。この人脈は、後に宮中革新派と呼ばれるようになる家族の政治的グループ11回への関与に見られるように、彼の政治的背景を形作ることとなった。 1910年、明治43年、祖父、原田一郎の死去に伴い家督を継承し、1911年、明治44年1月23日、男尺を就職。母親が、ハーフ、ドイツ人武器商人と日本人妻との娘のため、クォーターである熊は、日本最初期の根欠の家族となった。京都帝大卒業後の1916年、大正5年に、 日本銀行に入行するが、6年後に対抗。区内省職宅として、ヨーロッパを見分した後、1924年、大正13年から加藤公明内閣で、内閣総理大臣秘書官を務めた。1926年、大正15年7月、住友合資会社に入社。事務取扱い職宅の身分のまま、同年9月、元老。 西恩寺金持の施設秘書に就任。このことは、日銀太鼓寺から西恩寺と、この栄や木戸の間で話が進められいた。以後原田は、政党や官僚、軍部、宮中、財閥など、政治の中枢部に絶えず接触を持って、精力的に各界を飛び回り、表裏にわたる、あらゆる情報を収集して、西恩寺に伝達、さらに元老の意思を各界用人へ伝達して、 その信奉する国連協調主義、新英米主義の守護に努めた。1931年、昭和6年1月17日、貴族院男爵議員補欠選挙で当選し、死去するまで3期15年を務めている。2.26事件が発生した際には、東京平川町の自宅で就寝していた。六時前に、貴土からの連絡で事件を知り、宮内省へ向かおうと家を出たが、 反乱部隊の保証があちこちに立っているため自宅へと、レータ。原田も暗殺の標的にされているとの連絡を受け、林家の青字家に兵を越えて避難して事なきを得ている。翌日昼前に、西園寺八郎が用意した車で、金持が滞在していたおきへと向かった。反乱部隊の指揮官の一人だった、清原公平、湯川公平少尉は、 貴族院議員が集まり何事かを相談している。家族会館を選挙しその中心人物の原田を殺害せよとの命令を栗原康秀で尉から受け取った。逮捕後の清原の手記によると、家族会館の玄関で原田を見つけたが、その態度があまりに惨めだったので群刀で切り捨てる気にもなれず、見逃したと述べている。清原は、自身が死刑を免れたのは原田を除名したからだとも、 主張しているが、原田はこの時すでに車で、沖津へと向かっており、清原の説明は、勘違いか捏造である。1940年、昭和15年の西恩寺没後、軍部独裁の流れに対して原田は、抵抗を試みる。原田は、軍部から新英米派と目されており、これより遡るが2.26事件においても、暗殺の対象とされていた。 軍部が擁立する、東条内閣の打倒を目標に、この絵踏丸や吉田茂、河山愛介など新英米派、重心グループと共謀し、終戦工作を秘密裏に計画する。しかし計画は憲兵隊の内定工作によって発覚。1945年、昭和20年4月、吉田が検挙され、この絵や原田自身も取り調べを受けるなど、計画は頓挫するに至った。 ヨハンセングループ事件。その後も、終戦工作を模索したが、やがてのお消戦による病魔に倒れ政治活動は困難となった。終戦間もない1946年、昭和21年2月26日、療養先である神奈川県大磯町高来の別邸にて死去、満57歳。命日は2.26事件の発生からちょうど10年後であった。 父方の祖父、原田一郎は、元岡山藩士の軍人で、最終階級は、陸軍少将。元老院議官などを歴任し、1900年、明治33年に男爵に上されている。その子で、父の原田と与吉は、地質学者で、東京帝国大学理科大学教授、叔父、父の弟の原田直次郎は、洋画家。母、テール子は、 ドイツ人貿易賞のミカエル・ベアと、アライ井六の娘。ベアがドイツに帰国する際に、万頭閣であった、高田晋三の養子となった。ベア商会は、晋三の下で、高田商会に発展した。妹、信子は、芸術家、有島育馬に課しており、有島武を、里見トントは隕石に当たる。妻、英子は、司者吉川十吉の娘。長女、 道子は、勝田和かの息子、勝田達夫に課した。達夫は後に、戦前、戦中の原田、この絵、木戸、西園寺などを描いた、重臣たちの昭和史を表した。長男、原田隆作、1919年生まれは、学習院中等科時代にウクレレを覚え、浅吹英一、浅吹常吉長男、柴浩二とよかず、断尺、 芝孝二豊春の長男、朝比奈愛蔵、雪村泉の父親らとハワイアンバド、カルアカマーイナスとして活躍した。テニスも得意で、軽井沢国際テニストーナメントで、ダブルス優勝経験もある。著書に、自伝、テニス、軽井沢ハワイアン、鹿番、1997。妻の原田千鶴子は、東京五輪のチーフコンパニオンを務めた。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。